はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。はい、忘れないように1日1回召喚毎日やっていきましょう。まあバレンタインですね。特に関係ないです。以上、まあバレンタインだからなんか来たら嬉しいななんか嬉しいなっていう期待を込めて、まあ金色のサーバントが来てくれる。まあ一瞬なんかピックアップと同じやつが来るとさ、ちょっとテンション上がるよね。ワンチャンあるんじゃないかっていうね、淡い期待がちょっと生まれるよねって俺思ってるけど、前回ねなんかエリちゃんが来てくれたからね、今回ワンチャンなんかあるんじゃないかって思ってるんだけど、なんかライダーピックアップしているらしいですね、メドゥーサさん。もうメドゥーサが多いですね。ステイナイト見ろっていうことなんでしょうか。まあ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 、そういうこともある。でジナコと、わりかしこのピックアップの中で言うとジナコ確かホーグレベル今4だから5にしたいっていう気持ちはちょっとあった。はい、まあ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 、概念レースの時点でねもうするっすよ。バゼットさんね、今ホーグレベル2だからね、3になったら嬉しいね、嬉しいねっていう気持ちはある。はいどう、うん、2ペアか、2ペアでポンポンポンか。まあ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 、6時になったらまたね新しくピックアップが変わるので、まあそこでもう一度引きましょうか。続1日1回召喚ということで、はい、やっていきます。もうあっさりやっていきましょう。というか1日1回召喚してるけどさ、1回で7回分だよねのやつが減っていくってことを考えると、あれよな、なんかやばいなって感じするよね語彙力のなさって感じよな。けどよくよく考えたらこれって結構、まあ期待値的なことを考えたら石1個で引けるからいいのかもしれないけど、けどあれっていう感じよな。あれ俺なんでこんなに石減ってるんだろうっていう現象に結構なりそうな気がするっていう、うん、もうこの俺ユグドラシルが出るたびにねすげえため息が出るんですよね。はい、ということで今回分の1日1回召喚を、1日1回召喚は終了です。はい、最後めちゃくちゃ噛みました。では最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。明日もお会いしましょう。それじゃあバイバイ。